だからさっき開封した、開封して勝負したポケモンカードと遊戯王カードを売却します。売却します。いくらになるかな。売却します。行こう。カード売却してきました。結果発表。イエーイ。どんどんどん、パウパウパウ。結果はちょっとこれ曲げて、これなんぼなりました。これなんぼなりました。確かに遊戯王だけですからね。そう、結局遊戯王だけ買い取りできて、ポケモンカードはちょっと買い取りできなかったんで、個人的にね古本市場行ってたんだけども、だから、ポケモンカードは後日、ハードオフ持っていきます。で、結果ダン507円。上出来でしょ。507円でした。以上です。まあ、次回は、デュエルマスターズ再生回数が伸びれば第2回、はい、第3回とやっていこうと思います。良さそうですね。うん、さよなはい、ではじゃあ、バイ。